歌日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの亜美です。夏希です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。先月12日から25日まで静岡市駿河区の用宗公民館で海と日本プロジェクトアニメ上映会が開催されました。このアニメは学習のための表現手法として漫画やアニメ、ゲーム、インターネットを通して社会問題に向き合う体験を提供する海のマグネット教育推進実行委員会が昨今世界中で問題視されている海洋ごみをテーマに制作しました。全国で上映会を行うほか、世界で2000万人以上のアニメファンが集うマイアニメリストを通じて世界配信でのオンライン上映会も実施しました。上映期間中の2月21日には用宗子ども会の子どもたち33人が上映会に参加し、自分たちにできることをということで用宗海岸の清掃活動を行いました。タバコがいっぱい捨てられてた。もうちょっとさ、きれいにしてほしいと思って。あんまりこんなにゴミがあるか知らなかったので、そんなにゴミがあるんだと思いました。その日本がゴミの量が世界で2番目って聞いて、環境の問題が深刻なんだなって。海にあるゴミのうちおよそ8割は私たちが生活している陸から来たもの。綺麗な海を守るためできることから始めてみませんか。他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。